どうも、ナオさん TV です。今日は家にあった丸大ラーメンを持って車中飯の場所を探しにてるちゃんとお出かけしました。37度近い今年一番の猛暑日になりましたが、家を出てしまえば結構爽やかで、それほど暑さは感じませんでした。家にずっといたのでちょっと冷房病になりそうな感じがして、無理やり外に出てみようと思ったんですが、正解でした。さて、どこで車中飯しましょう。メニューは決まっているので、あちこち回ってみることにしました。まず訪れたのは舞子海岸。ここは渚百選に選ばれた綺麗な海岸です。海水浴場になっているんですが、海水浴の人はまばらでした。みんなやっぱりクーラーの効いたお部屋でまったりしているのでしょうか。次に値上がりのグリーンビーチにやってきました。ここもガラガラです。バーベキューをしている若者グループが一グループだけいました。次に訪れたのは野球少年の夢。星稜高校出身の松井秀喜のベースボールミュージアムです。今でも足しげく訪れる方が絶えない場所のようです。さて、小松市の海岸にやってきました。ここで今日は車中飯しようと思います。その前に、今日は一つ便利な登山アイテムを紹介しようと思います。この小さなアダプターなんですが、これでガスを入れ替えることができるんです。この小さなアダプターなんですが、たった300円ぐらいのこのアダプター一つでガスを詰め替えることができるようになります。ご存知のように、カセットコンロ用のガスっていうのは1本100円もしない値段で安く販売されています。一方、登山用のガスボンベは1つ5、600円するちょっと高価なものです。よく使う方には1本100円なのか500円なのかによって、だいぶ将来払うガス代はかなり違ってくると思います。安いガスボンベのこのガスを登山用のガスボンベに簡単に入れ替えることができればとっても便利だと思います。ただ安い便利というだけではなくて、詰め替えることができれば、中途半端に残っているガスボンベしかないからもう一つ持っていこうと思い、ガスボンベを2つ
3つ持っていくという方が結構おられるかと思いますけど、詰め替えてしまえば、補充して十分な量を1つにまとめてしまえば、重すぎるガスボンベを持ち運ぶ必要もないですし、軽すぎるガスボンベをいくつも持っていく必要もなくなります。登山のアイテムとしてとっても便利だと思います。